です。w o r ワードプレステーマシリーズ、今回で、なんとですね、106回目になりました。106回目はですね、このブログサイクルというテーマをやろうと思います。ただですね、このブログサイクルについてはですね、g i s o っていうね、えー、テーマの小テーマになるので、 えー、テーマを作ってカスタマイズっていうよりは、もう直接カスタマイズしなきゃいけなくなるんですよね。で、あのー、こちらの、えー、ギストっていうテーマをこういう感じになるんですけども、これを、えー、いかにどういう風にしていくか、えー、ここがちょっとポイントになってくるかもわかんないですね。はい。ということでね、えー、まあ、あのー、出て間もない このブログサイクルっていうテーマですね、えー。実際ちょっとどうなのかっていうのを入れてみたいと思います。で、ゲ、えー、ストから入れなきゃいけないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、えー、その辺も含めてね、えー、小テーマを入れる場合にどういう風にすればいいかっていうのをね、えー、実際にやってみたいと思いますので、えー、よーく見ておいてください。えー まあ、あの、専用のね、ワードプレスはいつものように、えー、記事も固定ページも作ってね、えー、こう、用意させていただいております。で、外観を開きます。で、えー、新規追加。ね、えー、そろそろ次のバージョンアップでね、これ新規追加いきなり開けるようにちょっとしてほしいかなって思ったりしますけどね。 で、えー、これ開いたときにねえ、よく見ておいてほしいんですけど、ここ注目っていうところが開いてるんですね。で、あのー、この注目っていうものをですね、えー、最新っていうものに、えー、変えていただきます。で、ここで、えー、ちょっとスクロールしていただくとね、ブログサイクル出てくると思うんですね。 ここにブログサイクルが出てきました。で、ここからですね、インストールします。隣にあるやつがね、昨日やったやつなんですよね。はい。で、これを有効化します。 ね、あの、ギストの固テーマって言いながらいきなり有効化できるのっていうことなんですけども、自動でギストがインストールされてるわけですよね。はい。初めはなかったはずなんです。あのー、確認できてなかった方は、あのー、動画を戻ってね、確認してみてください。あのー、こういう形でね、えー、有効化されました。で、珍しく、 えー、このブログサイクル、あの、必須プラグインというものが存在しないようです。はい。あのー、海外テーマね、あの、よくあるのが、あの、必須プラグインを、あの、入れさせるっていうやり方が、ちょくちょくあるんですけども、えー、今回はないので、じゃあ次に何するのっていうところでですね、あの、ここの、 コテーマを作ろうと思います。で、このコテーマについてですね、え、ちょっと、あの、説明をさせていただきますと、こちらのプラグインをちょっとまず開きますね。で、えー、こちらにある、あの、ワンクリックチャイルドテーマ。で、これ検索していただいても出てくるんです。あの、2ページ目をスクロールしたところに、あの、出てくるテーマなんですけども、 あの、それだとセキュリティとかそういったものが入っておりません。で、あの、今回私がカスタマイズしたのは、もう最初から、えー、オーナーページを開かせないようにとか、えー、サイドバーウィジェットで、えー、ショートコードを使用可能にするとか、えー、そういったカスタマイズを入れた、あの、ワンクリックチャージドテーマを、えー、あの、カスタマイズして、えー、インストールしております。 で、あの、これどこが入手するんですかっていうとですね、えー、私の、えー、w p ドッ c o m っていうのがありましてですね、そちらのページから、あのー、入手できるようになってます。で、えー、今動画をご覧になっている方、えー、私が固定コメントを、あのー、入れております。あのー、一番上のコメントになります。 あの、そちらにあるリンクからですね、えー、ページを開いていただきまして、あのー、コテーマというところの、あの、見出しのところにですね、えー、おすすめプラグインということで、えー、ダウンロードというところにリンクを貼っております。で、そこから、えー、ダウンロードしていただいて、あのー、こちらのね、プラグインの新規追加、 えー、プラグインをアップロードっていう形で進んでいただきまして、えー、アップロードしていただくことでですね、えー、できるんですけども、あの、ダウンロードっていうページを開いていただきますと、えー、無料会員登録のページに行きます。会員登録していただければ、あの、ダウンロードできるようになってるんですけども、 ま、会員登録に際して、えー、メルマガ登録が必須になっておりますので、この二つを了承していただける方は自由に使っていただけるようにさせていただいております。ということでね、えー、ちゃんとインストールされると、外観の個テーマの中に、えー、チャイルドテーマというのが、あの、こちらに、えー、できます。で、これをクリックして開きますと、 あの、このようになりました。で、えー、よく考えると、あのー、このブログサイクルそのものが個テーマなんですよね。で、えー、これをカスタマイズで、あのー、これの個テーマっていうのは作成できないので、あのー、まあ、テンプレートをコピースイッチしますかっていうふうに出てくるんですよね。で、まあ、あのー、 これはね、しょうがないので、コ、えー、テーマを作成せずに、そのままあのカスタマイズするしかないんですよね。はい。私もぼーっとしてましたね。コテーマになりますっていうことを言いながらですね、えー、言ったことを忘れてるんですよね。<laughs> えー、で、えー、今こういう形で表示されてるっていうことですね。で、 あの、まずね、えー、サイト基本情報からいきます。で、あの、サイト基本情報というのは、ロゴの選択、タイトル、キャッチフレーズ。で、えー、キャッチフレーズをね、ロゴを選んだ場合は、あのー、これ外した方がいいんですよね。で、あとはサイトアイコン。で、えー、ロゴは、これクリックすると250、250×250 の正方形の、 えー、画像をくださいということなので、えー、まあ、それに近いものをちょっとアップすると、えー、問題なく表示できるので、はい、こんな感じですね。で、ロゴをアップしたときには、えー、これを外しておきます。で、えー、サイトアイコンは、 512ピクセルの正方形なので、これが正方形の画像になるので。はい、これで、えー、一旦公開しておきます。で、えー、GIST テーマオプションズっていうのを開いてみます。はい、About GIST、GIST についてっていうところなんでしょうけどね。 で、えー、ヘッダーオプションですね。で、えー、ノーマルメニューポジションっていうのが今選択されてるんですけども、えー、これが、えー、トップメニューポジション、レフトローポジション、えー、トップメニューポジションに変え,変えてみましょうかね。で、今ちょうどポジ,ポジション変わりましたね。あのー、今ね、この幅が狭いので、えー タブレットとかと同じような表示になってるんですね。で、えー、こちらでちょっとあの、確認してみたいと思います。これを更新します。そうすると、こういう形に、えー、変わりましたね。はい。で、えー、グリッド表示、2列のグリッド表示で、あのー、表示されてるテーマに、 なってるのかなと思うと、えー、要は、こっちに、えー、アイキャッチ画像、こっちに説明っていう風になってるわけですよね。で、あのー、まあ、この辺全部英語で表示されてるので、えー、右左、右左っていう風に、えー、なってるものなのかなっていう感じですね。はい。ということで、えー、カスタマイザー、 に戻りまして、えー、これを、えー、公開というふうにして、ブ、えー、ログセクションオプションズ、えー、ライトサイドバー,で、えー、ショーコンテンツフローム、ねえー、これは、えー、抜粋ですか、全文ですかっていうところですね。 で、えー、こちらが、えー、抜粋文は、何文字ですか、25ってなってるんですけど、えー、これはこの、このままでいいかなと思います。で、えー、メタ情報を表示しますか、表示しませんかってなってるので、これ一回ね、あの、クイックしてみます。どのようになるかっていうのをね、えー、確認しとかないといけないんですけど、えー、メタ情報を、 が一括であのこうやってなってるみたいなんですよね。で、あの本当ね、オーナーだけを、あのー、こうひょ、非表示にしたいだけなんですけど、えとりあえずこれはあの非表示に変えます。で、えー、リードモアテキストを あの、リードモアをやめます。日本語に変えますので、えー、もっと見るにします。で、えー、ページネーションっていうのがですね、えー、ニューメリックに変えるとどういう風になるのかなっていうのがちょっと、 ま、これでも全然問題ないと思うんですけど。これ今、ニューメリックで、デフォルトページネーションになるとどういう風になるのかなっていうところで。え、過去の投稿ね。こんなのちょっとダサいよな。やっぱりニューメリックにした方が、 かっこいいですね。で、えぇ、ー、futured image o p えー、これはアイキャッチ画像の表示オプションですね。で、これはアーカイブページに限ってなんですけど、えー、右左右左っていう形になってるのをどういうふうに変更しますかっていうところですね。で、えー、私は、 えー、まあ、左表示に慣れてるんですけども、まあ、このテーマの特徴を出すために、このまんまでいこうかなと思います。で、これで、えー、公開っていうふうに変更して、えー、シングルポストオプションズ。で、こちらで、えー、フューチャードイメージオプションズ。これ表示するか表示しないかですね。 で、リレー a t e d post o p t テキスト。えー、これは、えー、リレー a t e d post o p t っていうのは、関連記事を表示するかしないかですね。はい。で、えー、タイポグラフィーオプションっていうのは、あのー、要は、あのー、本当の書式を、あのー、文字体を何に使いますかっていうところなんですね。 で、海外テーマの場合は、あのー、こう、アルファベットだけに限ってるんで、あのー、まあ、ここで Google フォントのファミリーネームっていう風になってるので、えー、Google フォントで、えー、自分で探してこなきゃいけないんですね。あの、多分、あの、日本語に対応してないし、 えー、そうでない場合はどういう風に表示するかっていうだけのものですから、あとサイズとかそういったものを設定するのがこのタイポグラフィーっていうところになります。で、えー、ヘディングフロントオプションズ、えー。まあこれはフォントファミリーだけの問題ですね。 ただ、えー、ヘリング、ヘッダーのところでの、あのー、文字は一切出てませんので、えー、これはもう、あのー、触る必要ないかなと。で、えー、スティッキーサイドバーオプションツ。えー、スティッキーって何のことなのかなえー、この辺がね、ちょっとよくわかんないですけどね。 で、えー、フッターオプションズ、えぇ、ー、GoTo ト,トップオプションズ、で、えー、ソーシャルオプションズ、えー、これを表示させたらどうなるんだっていうところで,ですね。はい、あのー、これね、メニューから自動で取得してくれてるんですね。えー、あのー、これはね、非常にありがたいかなと思いますね。 ただね、あの、このフォントアイコンだと思うんだけど、このフォントアイコンのバージョンがちょっと 4K なので、あの、これちょっと 5K に変更したいかなって思いますけどね。で、エクストラオプション、その他のオプションということですね。で、えー、まあこれは、あの、 パンクズを表示するかしない。ねえー、ここ、言うわ、ひやっていうのはね、えー、あまりよろしくないな。ここをちょっとどういうふうに変更させたら、あの今表示してるテキストをこう表示できるのかっていうねあの、例えばこれを表示したら、こ,うこれにしたいわけですよね。 で、その辺をちょっと、あのー、調べてみないといけないですね。まあ、これがね、ギストテーマオプションっていうところで設定する項目になります。で、あと色も、あのー、いろいろ、プライマリーカラーを今ね、ね、えー、オレンジになってますけど、 オレンジ以外だったら何がいいのかなっていうところですねまああのこれをね一旦、ね、ちょっとコピーしておこうブルーに変えたらどうなるのかなっていうのうをちょっと見てみたいのでこうやってねあの 色を変えると、あの、雰囲気だいぶ変わってくるんですよね。で、まあそういうので、えー、ちょっと遊んでみるのもいいのかと思ったりしますけどね。で、まあ、あの、変えた感じが良かったので、あの、そのまま使います。で、えー、背景色は、あのー、ちょっと白じゃないかなっていう感じなので、 完全な白に変更します。あの、白が一番無難なんですよ。あの、文字が隠れませんからね、絶対に。はい。で、えー、こちらでヘッダー画像を、えー、登録するんですけど、2200の450って、これでかいかなと思うんですよね。はい。 これはちょっとでかいなぁ。まあ、なんかね、後でちょっと見つけようと思いますけど。で、背景画像は、あのー、文字と被るのが嫌なので、あのー、選ばないようにしてます。で、えー、コンテンツのオプションですね。で、えー タグを表示、投稿者を表示、これを、あの、チェックを外してください。これチェック外すと投稿者表示しませんので、で、えー、実際に、あの、確認します。はい。ジェットパックを開いてみて、えー、どうなのかっていうところで確認します。 ああ、これ、ここのテキストだったんですね。これ、なしでもいいんだけど。<laughs> 投稿メーターそのものが表示されてないので、ちょっとまずいですね。このコンテンツオプションでね、えー、た、え、ぶ、ー、ここじゃなかったな。ログセクションオプションズで、えー、これですね。 はい。あのー、オーナーだけ消せますね。オーナーだけ消えてますよね、ここでもね。はい。ということで、あのー、さっきのところで、こっちではどこに出てくるのかな。はい。ここにね、こうやって出てきますけど、オーナーは出てません。はい。あのー、 こういう形で、えー、カスタマイザーから消すことが可能になります。で、えー、タグもこうやってね、表示されるので、えー、いい感じじゃないかなと思いますけどね。ということで、えー、ちょっと横道また、あのー、戻りましたけども、えー、コンテンツのオプション。えー、ここで投稿者の表示を、あのー、外すと、えー トップページのね、あのアーカイブも、ブ、まあ、ログアーカイブも全部そうなんですけど、あのー、非表示にできますよ。で、えー、コメントリンクを表示っていうのも、あのー、表示したくなければこれ外していただいたらいいと思います。あの、僕はいつもあの、表示しない派です。だいたいあの、日時を表示、カテゴリーを表示、タグを表示があればいいと思ってますんで、 ということでね、このコンテンツオプション、あの、重要ですね。で、あの、ギストテーマオプションズの、あのー、このブログセクションオプションズ。で、えー、ここの、あのー、メタショーハイド・オプションズっていうところのチェックを、あの、必ず入れておくという。入れておかないと、あのー、こういう、あの、カテゴリーとか、あの、投稿日の表示が一切なくなりますので、 で、あと、ウィジェットをですね、えー。ウィジェットはフッターとサイドバーとあるみたいなんですけど、関連記事、追加スタイルシート、えー、ホームページ設定っていうことなんですけども、まあちょっとこれで一応閉じて、あのー、ウィジェットを、あのー、こちらの方から見たいと思います。 で大体あの、多くのね、テーマは、あの、サイドバーが一番上で、えー、振ったって下なんですけど、えー、これ逆転してるんですね。で、えー、私が、これをこういうふに、こう、よくするんですけども。ね。えー こういう形で。だいたいね、えー、高さ600ぐらいがいいんですね。で、ここの操作ね、えー、まずね、顔写真の表示。これ消しときます。あの、よくあるんです。いいねしてくれるけど、顔写真は出してくれるなって。で、出さなければ、あのー、後で文句言ってこられることないんですよ。で、えー、先日ですね、 えー、あれどこだっけな。ギガジェンさんの記事であったんですね。えー、Facebook は顔認証機能の、えー、なんとかで、えー、犬の衣裳で裁判があったみたいなんですよね。で、その結果がですね、Facebook は訴えられても仕方がないよねっていうような、えー、判決が出たそうです。で、日本でもあるとね、えー、僕も言いたいなって思うんですけども、 えー、Facebook はかりいじめてもね、えー、仕方ないので、えー、まあ、自分にね、えー、得になるような使い方をしないともったいないですからね。はい。なので、まあ、あの言われないためにもね、えー、誰が出るかわかんないですからね。ここ。はい。あのー、だから、まあ、あの、親しい友達はね、あの、そんなこと一切言う人いないんです。でも、あの、中に、 ちょっとあんまりしたくしくないんだけど、いいにしてあげるよっていう人に言われたら、ちょっと嫌だなっていうのがあって、あの、私は今、あの、顔写真を、あの、表示しないようにしてます。で、顔写真出してもいいよっていう人は、大抵、あの、お客様の声に登場していただいてます。ということでね、えー、その次に、えー、ストリーム表示。これチェック入れておきましょう。 あの、ストリーム表示っていうのはね、あの、Facebook ページにどんな投稿があるのかっていうのを、あの、抜粋表示でずっと表示してくれる機能なので、これで、えー、保存します。で、えー、次はですね、Facebook の次は、あの、Twitter を、あの、選ぼうかなと思うんですけども。で、遠くなったんで、これ、これでこういう風に変更してね、 え、ビジェット追加ってやります。そうするとね、えー、高さを揃えるために、ここでちょっと600っていう風にするんですね。うん、で、えー、ユーザー名は、はい。あの、これでみんなユーザー名分かったと思うんで、あの、ツイッターフォローしてくださいね。お願いいたします。うん で、色は、あの、ここでね、えー、変更することもできますよっていうことで、あのー、まあ、僕の場合もこのままで、あのー、保存というふうにして、まあ、これで、えー、2列完成したわけですね。えー、で、えー、3番目にはですね、 ここにね、えー、ナビゲーションメニューをあの3番目にあの表示させたりするんですね。で、えー、ナビゲーションね、えー、選べるんですよ。で、えー、フッターを選んで、えー、ここはナビとだけ入れて、 保存しますで、えー、こちらはですね、Google 翻訳とか。 の RSS リンクですね。で、えー、ブログの購読ですね。このリンクを、えー、入れて、ヒタを確認するのに、えー、クリックしてみます。 すると、このように出てきました。で、えー、Facebook は、えー、顔写真出てません。えー、まあ、Twitter も表示してます。ナビはこんな感じです。で、えー、こういう、あの、ブログの購読がね、えー、簡単にできますよ、ということでね。で、あと、ソーシャルはこちらで、えー、やってください、ね。で、えー、ないものは、こうやって、 あの、検索マークに変わるようになっているんですね。はい。で、これ、ピンタレストとラインが、えー、4K ではこれ表示できないという風になっているんですね。で、えー、これもしかしたら SVG かもわかんないなぁ、当サムのね。えー、SVG だとね、ピンタレストなかったんですよ、確かに。で、普通のアイコンだけだったら 4K でも、あの、 ピンタレストあるんですけどね。まあそういったところでね、えー、なぜ 4K か分かったかって言いますとね、この YouTube のアイコンですね、はい。YouTube のアイコンもね、あの、これ 4K のアイコンです。あのー、5K になるとあのまた違ったアイコンになりますのでね。また、あの、こういったね、あの、ソーシャルも、あのー、できればフォローしていただけるとありがたいです。 ということでね、今回こうやって、あの、いろんなカスタマイズをさせていただきましたけども、えー、皆さんいかがでしょうかあの、ここのアイコンなんかでもね、えー、このロゴをちょっと左寄せにしたいなこっち側になんか、えー、バナナかなんか置きたいなって思ったりしなくもないですけどね。はい。で、メニューを上にやると、こういう形になりました。 あまりこれ上のやつはあんまり良くないかもわかんないですね。はい。ということで、えー、今回はブログサイクルっていう、ね、で、えー、サイトをこう紹介させていただきましたけど、えーえー、皆さん的にはどういうふうに言ってたでしょうね。えー、そういったところをね、えー、またあのー、コメントの中にどんどんあの書き込んでいただければ、あのー、ありがたいかなと思います。 あの、まあ、あの、ブログをね、ええー、書いて、まあ、あの、日記狩りにしてる方とかねこ、こういうわかりやすい、あの、テーマでいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、あの、セキュリティがね、初心者の方でも簡単に溜まってるので、あの、なかなか、 よろしいんじゃないでしょうか。あのー、普通にね、ブログを書くだけだったら、あの、このブログサイクルって、あの、僕は、あのー、人にちょっとお勧めしていきたいかなと思いました。ということでですね、えー、今回はブログサイクルを紹介させていただきました。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応で、 サポートさせていただきます。ハ八ラボが LINE アット始めました。えー、ズームサポート、えー、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット。 友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかる、ワードプレスで自社サイトを作成チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると、 非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。